だって直したんだけど、はい、次にあのスイング中の話なんだけど、はい、ちょっと難しいんだけど、はい、グリーンってちょっとケツが左にしか座ってるんだよ。でから回るの、はい、それをちょっとスライドをね、そのまま押さえてほしいので、さっきイエローでやったことと違って、はい、あ、ただきこれで、これで、これで一個だけ、それで、はあ、グリーンは一個だけ、で、左足開いていいです。左足を開く、そう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 、オッケー、それで打ってください。軽くでいいから。ボールを？ボールを。はい。軽くポーンみたいな感じ。そう、オッケー。そう、綺麗。なるほど。行ってないですか、あんまり。行ってない。あんまりってか、行かないと思う。行ったら多分相当バランス崩れる。すごいかも。何がすごいの？何がすごいの？行ってないなら分かる。あ、なるほどね。あ、ここで回転してるっていうのが分かる。あ、この練習もすごい。おー、いいね、これすごい、これほんとすごいよ。え、通販ショップの人ですか？この器具すごいみたいな。結構流れるよってレッドにも超言われる、うん、で、それがなかなか治らなくて、うん、そうですよね、治ったか分かんない、分かんないですよ。で、その横にスライド、腰がこうやって、ケツがこうやって横にスライドする人の特徴として、まあ、回し方が分かんないですけど、体が硬い人、回せないみたいな、捻転ができないみたいな、はいはい、話になってしまうので、まあ、捻転をさせられるように、その足をまっすぐに構えるんじゃなくて、少し開いてあげる、うん、そうすると、しっかりこの場で回すことができる、柔らかさとか関係なくなるから、だから俺、体が硬いんだからっていう言い訳は聞かない。あ、聞かないと。ちゃんと回せた、回しやすい、うん、だからもう僕らは無条件でもう、足にボールを挟んで、まず体重移動でボールを2個挟むと、かかとに体重を寄せると、それが慣れてきたら次はちゃんとその腰を移動させないように、そこで回転させるのに左足に置くと。そうです、もう強制だらけです。強制だらけだ、うん、これやってったらマジで上手くなるもん。もう確かにね、なってほしい。うん、いやー、すんごい移動してる、めっちゃ移動してる。あーあーあああ、やられるよ、やられるよ。蹴りくるよ、先生から。そしたら左足めっちゃ内股にしてください。そう、またそうそう、回んねえやつだこれ。回んないやつ。左に行きづらいやつ。あ、ね。あー、いいよ。いいよ。いいよ。なんか初心者の人みたいなスイングになってるよ。いや、ちょっとおねえ系じゃん。この感じがいいってこと。そうですそうですそうです。そう。止まるね。あ、止まるよ。うん。おう、いいじゃん。いいね。おう。てか違和感でしかないよ。そりゃそうだよ。そりゃそうした。そりゃそうした。直してんだもん。ねえ。ねえ。むしろ違和感なかったらやばいかもね。うまく入れてるんですか。うまく入れてる。うん。うまく入れてるじゃん。かっこいいスイングだ。はい。それをやるとかっこいいスイングになりますよ。今気持ちないから。気持ちないですよね。うん。もういい、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 いいよ、いいよ、いいよ。今まで自分は間違ってたんだ。そう。いや、そうけど、この課題がなんか解決策が見出せた。うん、うん、うん、うん。全然その練習場に行かないっていう風に言ってたから、そのボールを挟んで球を打つことってなかなか難しいじゃないですか、うん、なんでそのお店とか仕事場とかで、うん、できる練習だと、その左足を内股にしてあげて、まっすぐのところから内股にしてあげて、うん、でもうシャドースイングでも何でもいいから、そこで振ってあげる。あ、もう左には絶対にこういう風には流れてないから、確かに、確かに。
でそれはずっとやってそれをイメージ改善みたいな感じを持ってもらえるといいかなって。できますね、エアーならできますね。エアーならできる、うん、仕事中でもね、うん、そうだね。あとはあのもう少しちょっと下からこういう風なイメージがちょっとあるので、それを上から耳らへん、右の耳らへんから下にかけて左足にかけてバーって下ろすようなイメージにしてあげるといいです。その時に頭がこうなるとまずい、うん、じゃなくて あれだ、ガリュードのポンさん、はいはいはいなんだけどこうならないようにあの右耳から左足にかけて頭はまっすぐ、はい、こう、はあ、っていう風なイメージ持ってあげると鋭角に入りやすい、頭が合ってくる。いけそう、やで回ってるよ、回ってるよ、そう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 、すっげえアホ、すっげえアホシャクラと関係ないからね。こっからこう、そう、そっちに、そう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 、オッケー。こっちはなん、こう、こうちょっとなります、こうなりますよね、なります、なります。そっからこうか、ちょっとなんか自分的に左にちょっと頭が傾いてるなぐらい。あ、これもね、何回も練習しないとダメかも。で、できれば手は右耳の近くから下に感じて、から下、そう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 、左足、左足に目がけて、左足右足に目がけてめっちゃアホめっちゃアホ、絵的にめっちゃアホ。見てやってるとなんかちょっと違えなかったから、no. それをちょっとあのちょっとずつ直してもらって、まあ、左足にかけて、左足に目かけて振り下ろしてあげるイメージ。あ、やっぱり傾いてるとかって思ったら、ね、そう、必ず顔はまっすぐ、なんか頭が傾いてるとかって言うけど、うん、頭が傾いてるってことはその頭の下にくっついてるのは顔だから、no. 頭傾いたり顔が傾くと何が悪いかって、肩が下がるの、右肩がこうやって下がるってことは頭が絶対傾いてる。うーん、頭が傾いてなければ肩は下がらない、こうならない。なるほどね、なるほどね。ちょっとぎこちなさすぎてやっぱしゃくれちゃうんだ。しゃくれる意味がよくわかんないしゃくれる要素がよくわかんないそうなるに今こんな感じかな。それができれば、はい、最高、最高、うん。いやちょっと練習します、何回も攻めします。そうですね、練習場行けないんだったら攻めしようなんていうか、うんうん、イメージ、ね、そう、イメージ、これでいこうぜ。多分イメージちゃんとつければ一発でめっちゃしゃくれちゃうしゃくれるイメージまでできちょっとこれしゃくれないと大丈夫出ないから、うん、先生もノリがいいから話がどんどん脱線してってる。そう、気づいたらしゃくれてる話になってるから。エアーでね、まずはね、うん、アホ関係ねえから。あと腰ね、腰ね、うん、そう、あとイメージ、うん、あとは手指で、まあできれば膝、はい、膝をちょっと伸ばしてあげる、うん、これ結構家のお高よりも僕膝曲がってる、曲がってます、曲がってる、はい、そうなんだ。背高い人って膝で結構調節しやすい、はいはいはい、基本的には前傾姿勢の度合いで調節してほしいですね。タイガー打ちとか、うん、結構あのおもちゃ振ってるのかも。石川遼ってすごい好きだったんですよ。好きなの好きなんですけど、石川遼全然膝もうまっすぐな状態ですよ、ほぼほぼ。そう。で、それを真似してやってたんだけど、腰が痛くなっちゃう。なんで、まあ、もし腰痛くなっちゃうんだったら、その伸ばしてるから腰痛くなっちゃうんで、うん、あの軽くこうやって振って、あのお腹に力入れるか、そういう風にしてあげるといいかなって思います。なるほど。背筋伸ばしちゃうと腰にばっかり力入っちゃうから、うん、じゃなくて、ちょっと振って抜いてあげる。なるほど。腰に負荷が下がらないってなるから。あ、本当だ。お腹に力を入れてアプローチしてあげるとそんなに来ない。なるほど。じゃあやっぱその長身の方もそのクラブ合わすには膝落とすんじゃなくて前傾姿勢。そうですね、うん、なるほど。それが一番かな。なるほど。ちょっとランドでこれできるのかな、いろいろね。え、多分無理、うん、無理無理無理ランダーだろ。そうそう、だからそう、だから今は練習場でやる練習。そうそうそう、そうそう、だから強制が多いよ。そうそうそう、ランドで、ランドでしたらランドレッスンで、その場だけで、はい、やるから。いや、非常にまたね、おのおののこの課題が生まれたんじゃないですか。うん、うん、ね。
これすごい、これほんとすごいよ。えっ、で通販ショップの人ですか。ちょっとでも面白いと思ってくれたらチャンネル登録と高評価よろしくね。